こんにちは、藤田です。今回は集客コストがどんどん安くなる AB テストとはという話をしていきたいと思います。具体的にはですね、 LP のコンバージョン率を上げるための AB テストの方法をご紹介します。 LP のアクセスにかけている集客コスト、まあ、広告費ですね、それのコスパをですね、どんどん良くできることもですね、することもですね、夢ではないと思います。はい、今回の動画でお伝えする内容です。 AB テストとは、AB テストのやり方、計測は必ずツールを使う、こういった順番でお伝えしていきます。この動画でお伝えしているリンク先などの情報は動画の説明欄に貼り付けてあります。このタイミングでチャンネル登録しておいてもらいますと、後から探しやすいかと思います。私のことをご存じない方多いと思います。簡単に自己紹介させてください。サクッと 1.5 倍速15秒ぐらいでお伝えしますので見てください。藤田博と申します。ウェブ集客コンサルタントをやっています。大学卒業後15年ほどシステムエンジニアとしてサラリーマンをやっていました。脱サラ独立してフリーのコンサルタントとして14年ほどやってこれております。現在は顧問契約とオンライン行動サービスとして提供しています。よろしくお願いします。はい、 AB テストとはということで、 AB テストとはですね、コンバージョン率ですね、いわゆる成約率を高めるための手法のことなんですけど、 AB っていうのはですね、 A パターンっていうのと B パターンっていう意味で、この2つのですね、パターンを同時に走らせて、どっちがコンバージョン率が高いかっていうのを調べるっていうことですね。で、明確な優劣がついた場合は、勝った方のパターンを残せばですね、従来よりコンバージョン率が改善するということになります。AB テストっていうとですね、呼び名が聞き慣れないのでですね、ちょっと難しく新しいイメージをお持ちかもしれませんけど、これはですね、もう従来から普通に、もうリアルでもですね、使われている方法ですね。ただ、デジタルマーケティング、いわゆるウェブ集客ではですね、この AB テストで、結果が数字としてですね、明確にわかるのがですね、特徴なんですね。例えば、ランディングページのですね、反応率を上げたい場合なんかはですね、手法を間違わずにですね、やればですね、確実にですね、コンバージョン率をですね、上げられるということですね。はい、AB テストのやり方ということで、ランディングページでの AB テストのやり方を具体的にご紹介していきます。LP の改善をする場合は、今の LP を A パターン、そして新たに B パターンっていうのを作って、それを比較します。で、そしてですね、明確な優劣がついた場合に、勝った方を残すってことですね。これを繰り返すわけですね。で、優劣が曖昧な場合は、まあ、個人的な意見ですけど、従来の LP をですね、残した方がいいと思います。はい、そしてですね、実施する際のポイントがあります。すごくシンプルで、なおかつですね、絶対に外してはいけないですね、ポイントですね。それはですね、一箇所ずつ変えて AB テストをするっていうことですね。具体的にはですね、どこを変えるかというと、キャッチコピーとかですね、ファーストビューの画像ですね、一番最初に見える画面で表示される画像とかですね、あとはボタンですね、いわゆるこう、送信ボタンというか、お申し込みボタンですね、それの大きさとか色とか配置とかですね、こういった箇所を変えます。で、一箇所ずつですね、変える理由はですね、複数箇所同時に変えちゃうとですね、どの変更が意味があったかっていうのが分かんなくなっちゃうんですね。これが理由です。ですから、必ず一箇所ずつですね、めんどくさいんですけど、一箇所ずつ変えてテストを進めていくということです。そして、変え方ですね、どういう感じで変えるかっていうとですね、ちょっとの変更で大きくですね、結果が変わることもですね、あるんで、まあ一概には言えないんですけど、まあでもそれでもですね、やっぱりコンセプトを大きく変えた方がですね、激変する可能性はあると思います。なぜ大きく変えるかというとですね、いわゆる売り手、私たちのですね、思い込みでですね、保守的になっている部分っていうのをですね、打破する必要があるからなんですよね。そういったイメージでですね、やってみるといいかと思います。で、またですね、実際に実施する場合はですね、今やってきた従来のですね、集客環境と条件を変えないことが重要です。というのはですね、これまで広告を使っていなかったのに急に使い始めるとかですね、あるいはですね、その逆とかはですね、やらないってことですね。今までと同じような流れで続けるということです。そして理想はですね、いわゆるこうテストの期間としてはですね、1週間ずつぐらいを繰り返していくといいと思います。はい、計測ツールは必ず使うっていうことで、AB テストのですね、計測をですね、手動、つまり人手での計測っていうのはですね、まあ、正直ナンセンスです。正確度と手軽さがもう全然違いますので、必ずツールを使ってください。
で、AB テストのためのツールはいろいろあるんですけど、無料で使えてですね、高機能なことを考えるとですね、やっぱり Google さんですね。Google Optimize っていうのがあるんですけど、これがおすすめです。で、私の方でもですね、WordPress サイトで Google Optimize を使った AB テストのやり方についてですね、動画を作る予定です。で、動画の説明欄の方でですね、ご案内しておきます。で、もちろんですね、この動画を作っている段階ではまだできてないんですけど、この動画をですね、あなたがご覧になっているタイミングではですね、もうできている可能性もあるので、動画の説明欄の方ですね、チェックしてみてください。で、まだできてない場合ですね、本当申し訳ないんですけど、その場合ですね、Google なんかでググってもらうとですね、Google Optimize とかですね、AB テストとかですね、ググってもらうとですね、情報いっぱい出てきますので、まあ、自分でやるのはですね、なかなか一からやるのは大変だと思いますけど、頑張ってやってみてください。はい、AB テストを聞いたことはあったけどですね、どうすればいいかわからなかったっていうことはですね、もうぜひすぐにですね、行動してほしいんですよね。すでにビジネスをやられていてですね、LP をお持ちの場合はですね、やらない手はないと思います。はい、副業への一言っていうことで、ウェブ集客のいい点はですね、データがですね、正確に取れることなんですよね。で、またですね、リアルビジネスのポスティングとか紙媒体への広告なんかの計算に比べるとですね、試行錯誤っていうのがですね、非常に低コストでできます。自力でですね、AB テストの手法をですね、実践できるようになるとですね、今後ですね、どんな新しい、ビジネスをですね、してもですね、自信を持ってですね、そのビジネスに取り組めると思うので、ぜひ頑張ってみてください。はい、今回は以上です。今回の内容、お役に立ったようでしたら、グッドボタンいただけると嬉しいです。はい、このチャンネルでは収入源を増やして複数収入源を得るための方法をご紹介しています。チャンネル登録していただけると嬉しいです。新たな収入源として私の一番のおすすめは、あなたの持つノウハウをオンライン講座として作ってそれを売ることです。それに関する情報については動画の説明欄にリンクが貼り付けてありますので、ぜひそちらもご覧ください。はい、今回も最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。